はい、月です。寒い日が続いておりますが、皆様体調等大丈夫でしょうか。急に寒くなりましてですね、今年は冬がないのかななんて思ってたんですけども、一気に寒くなりまして、私ももう鼻声で、ぶっ倒れる寸前になっておりますが、まあ、開封しなきゃいけないものが多数あるので、とっとと開封していきたいと思いますが、本日開封するのは海外から届きましたこちらの小包になります。まずは開けてみましょうかね。こんな感じで届いております。中にはこういった輸入許可通知書と申告控えというのが一緒に同封されております。なかなかいい感じですね。よっ、結構でかいな。よっ、わ、結構重い。結構重いわこれ。これはこんな感じで、はい、はい、こうですね、はい、はい、こんな感じで使う代物でございます。ご存知の方はご存知だと思うんですが、カメラのリグという代物です。でリグって何ぞやというと、映像プロデューサー兼ディレクターの林和也さんのコラムによると、リグとは周辺機器を取り付けやすいようにサポートロッドやサイドゲージなどをつけ、そこにいろいろと機材をくっつけていくカメラサポート全体の仕組みと捉えて問題ないでしょうというふうにおっしゃっております。もう私にとっては何のことかよくわからんのですが、なぜよくわからんものをこうたかというとですね、これです。はい、これです。この YouTube の動画広告、最近よく見かけませんか？このノリのいい音楽とですね、なんとなくかっこいいプロっぽい映像が撮れそうなこうシーンが流れていくというこの広告ですね。これを見てなぜか知らないですけど、物欲がムクムクと湧き立ってしまって、思うツボなんですけども、思わず購入した次第でございます。中でもこのシーンですね、はい、このヒゲのイケメンが何か脇に支えながら撮っていると、撮影しているというこのシーンを見て、あ、俺もこれやってみたいと単純に思ってしまいまして、購入した次第でございます。で、このエデル・クローンという会社はもともとはトルコの会社のようで、一部では変態系リグメーカーと揶揄されているようでございます。昔はアマゾンでも商品を販売していたようですが、現在は直販のみになっておりまして、日本では銀座にある株式会社テイクさん、はい、こちらがテイクさんのサイトなんですけども、このテイクさんという会社が代行輸入販売をしているようです。こちらの説明を見ると、ポケットリグ2は世界最軽量のデジタル一眼レフカメラ用ポータブルリグで、ビデオカメラマンの全てのニーズを取り入れていますと。ポケットリグ2をご利用いただければ、撮影時の苦労が最小限に軽減されることでしょうとなっておりますね。はい、で特徴、ポケットリグ2はコンパクトに持ち運べて、撮影時に素早く展開し、ベルトに引っ掛けて一脚のように撮影をしたり、肩に当てて撮影したり、時には別売りのフォローフォーカスやマットボックスを取り付けるためのリグとしてもご利用いただけますと。
一連型ですので、パーツの持ち忘れの心配もなく、エデロクローンならではの高技術でネジ止めしなくても固定できますので、デジタル一眼でのロッケ撮影にあると便利な製品ですというふうになっております。もう何かこうワクワクするような、奥が深そうな、ある意味沼と言われるものに近そうなことが書いてありますけども、まあ、この一脚のように撮影できたりとか、撮影時のブレを軽減できるんじゃないかなというふうに思いまして、購入したんですが、こちらのサイトですと約5万100円となっておりまして、まあこの代行会社さんを通じた方が日本語も当然通じますし安心できる可能性もあったんですけども、はい、私はこちらの本家直販サイトを見てですね、値段を確認したところ、はい、これですね、まあ、約290ドルというところで、日本円でだいたい3万3000円前後で購入できるようなので、今回私は直販サイトで購入しました。はい、こんな感じですね。で、年末に何か急遽欲しくなってしまって、12月29日にポチりました。その日のうちにパッケージイントランジットというふうになりまして、はい、次のメールではシップということで出荷しましたというふうに、まあ、非常に素早い対応をしていただいたんじゃないかなというふうに思います。で、日本に到着したのがこちら1月4日というふうになっております。ちょうど仕事始めの時ですね。そして今、ルミックス G8 と合体しているというような状況でございます。まあ、これ本当はもうちょっと大きい本格的な一眼レフとくっつけた方がいいんでしょうね。はい、まずこのリグの部分ですね。これがリグっていうのかな。こんな感じでカチャンとよっ、ザクレロのような感じですかね。こんな感じでなんかね、戦艦みたいになりますけど、やっぱりちょっと大きいカメラですね。一眼レフカメラじゃないと本当の威力を発揮しないのかもしれませんが、ズドーンとすごいなこれで、私が欲しかった機能としてはここですね。これをちょっと緩めてあげよう。緩めすぎたかな。お、こんな感じでシャキーンシャキーンと、おお、緩めすぎたかな。シャキンシャキン、そしてシャキーンと、うん、よっ、結構硬いです。うん、こんな感じでサポートするイメージですかね。はい、エデルクローンさんの動画を見るとこんな感じでこうサポートして、撮影しているというような感じでしたね。うん、しっかりサポートできる感じはしますが、かえってかなり重くなるので腕がこうプルプルして、そのプルプルしたブレが出ちゃうんじゃないかなという気もします。あとここですね、ベルトにこうつけて、あ、これいいですよね。これいいわ。この一脚のようにして、あ、これいいですね。これはいいわ。こんな感じで撮影したりすることができて、こうと、あ、いいかもしれない。はい、ちょっとね、本家の動画を見て研究したいと思います。はい、ということで開封してみました。このあと G7、G8、このルミックスの G8 と G7 を交互に乗っけてみて、手ぶれがどれほど軽減されてるかとか、あるいは宿題というふうになってました G7 と G8 のオートフォーカスの違いなんかも検証していきたいと思います。開封しっぱなしの商品もいっぱいあるんですけども、一個一個検証作業をして、自分の身になるようにしていきたいなというふうに思っておりますので、ちょっと気長にお付き合いいただければというふうに思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。